皆様おはようございます。おはようございます。今日は武井先生の昇天2周年記念礼拝ということで、天を思いながら主にこの礼拝を捧げてまいりたいと思います。賛美を持って礼拝を始めてまいりましょう。命の光、この賛美からです。尽きることのない、響け歌え魂よ、
それではしばらく静かな祈りの時を持ちましょう。お祈りさせていただきます。在天の父なる神様、過ぎし週も私たちをお守りくださいました。感謝申し上げます。日々の生活の中に私たちは主の大いなる羽のもとにあることを忘れて振る舞っていることを恥じ入りお詫びしながら、今日も主の御前にひざまずいております。この喜びを重ねて感謝申し上げます。一人子イエスに導かれ主の身元に近づくことが叶い、神と変わらぬ聖霊様が心の支えになってくださっております。私たちはこれ以上ない神のお働きでなおも幸せに日々を送っております。ありがとうございます。主よ、今や世界は戦争が絶えません。世界をいくつかに分断する国家間の激しいオセロゲームを始めており、紛争の種となっております。9.11 の恐ろしいテロ、3.11 のあの震災、コロナの第7波がさらに日本を、世界を暗闇に引き込んでおります。そして世界を牽引した賢人たちが天に召されて、少しく暗闇の中にあります。主よ、我々をお守りください。当教会におきましても、この教会の土台をお継ぎくださった武井名誉牧師が、2020年9月12日に主任されました。丸2年が経ちます。その説教はいつの時も心に優しく、一人一人に語りかけるようにユーモアに満ち、神は光あれと言われた、すると光があった、と光が特に説教の中心でございました。目に太陽の光が見えるか見えないかは問題ではありません。大切なのは心に光を持つことです、とヘレン・ケラー女子の言葉は引用されて、私たちを大切に教えていただきました。著書泣くのは嫌だ笑っちゃうでは、何かがきっと待っている、泣くのは嫌だ笑っちゃうといつも希望を持って素晴らしい人生を行こうではありませんか、と明るく私たちを勇気づけてくださいました。生前叶いませんでした自らの街道を、特に街道建設は武井牧師の大きな夢でした。私たちは武井牧師の夢の街道建設は喫緊の課題としてなおも突き進んでいかねばなりません。今日はその武井牧師の VTR メッセージでお目にかかることが叶いました。メッセージを通して武井牧師に思いを馳せ、豊かに恵まれたいと思います。真美子姉妹の健勝をお祈りいたします。柴田牧師夫妻、梅津伝道師とそのご家族に主の恵みがありますように、この祈りと願いを
私たちの愛するイエス・キリストによってお捧げいたします。アーメン。ご起立いただきまして主の祈りを捧げます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許してください。我らを試みに合わせず悪より救い出してください。国と力と栄とは限りなく何時のものになればなり。アーメン。どうぞお座りください。本日のメッセージの聖書箇所をお読みいたします。新約聖書81ページマルコによる福音書16章14節から16節までお読みいたします。お読みいたします。その後イエスは十一弟子が食卓についているところに現れ、彼らの不信仰と心の固くななことをお責めになった。彼らはよみがえられたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。そして彼らに言われた、全世界に出て行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えよう。信じてバプテスマを受ける者は救われる。しかし不信仰の者は罪に定められる。アーメン。ただいまからナバロ・ホアン兄弟によりますお証しがあります。続きまして VTR メッセージで出て行って福音を述べ伝えようとして武井名誉牧師からメッセージを取り付けていただきます。おはようございます。私の名前はナバロ・ホアンです。神様の導きによって選挙の使命が与えられたことがきっかけで、10年前に日本に来て仕事しながら日本の教会で神に仕えています。横浜カルベリチャペルの皆さんと共に礼拝をしているのは大体7年前からです。今日はこの神様が私の人生になさってくださったこと、救いへの道について短く証しをさせていただきます。私の願いはこの証しを通してあなた方が励まされ、迷っている人がいるならその決心の道を一歩でも踏み出すことができることです。私はアルゼンチンで生まれ育ったので、福音を初めて聞いたのはおそらく子供の頃でした。ただあまり理解せず、ずっと表面的に良いものだと思いながらもこの世のことの方に興味が湧いていました。宗教団体に所属することに対してすごく抵抗があって反抗的でした。なぜかというと、社会に居場所がいないも弱い者が集まるところだと思っていたからです。実はそれは私のプライドであって、自分の欠点や自分の性格を見直さないといけないことを認めたくなかったからです。自分が強い、何でもできる、自分が目指すものを自分の力で得ることができると思い込んでいました。友達がたくさんいて、恋愛もし始めていて、すべてはうまくいっていました。しかし大学入る前、恋愛につまずいて頼っていた友達にも裏切られ、失恋でとても苦しみました。一人ぼっちになって精神的にボロボロで落ち込みながら、数ヶ月の間引きこもってしまった状況だったので、自分の欠けているところに直面するしかなかったのです。そんな中、聖書を読むことにしました。福音には希望があるという、そういうのを聞いたことがあって、それならもっと知りたいという気持ちで主を求め始めました。本当に最後の砦でした。聖書は読めば読むほど神様の御言葉と出会って、心の中に新たな信仰が生まれました。神様が直接語ってくださっていること、そして私を呼んでいることを感じました。この道を歩みなさいという心の中のささやきでした。その時に出会った聖書箇所はルカによる福音書の9章23節から25節でした。
それからイエスは皆に言われた。私について来たい者は自分を捨てて日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。自分の力で得ることができるものはやがて過ぎ去って最後には何も残りませんが、永遠にある神の国を自分の人生の中心にお迎えすればかえって全てが永遠に残るのです。たとえそのコストがどれほど大きくても、キリストにある救いという宝物より価値があるものは他にないということが分かりました。その時、私の人生を神様に無条件に捧げることを決心しました。神様は奇跡を起こすことができるお方です。神様ができないことは何一つもないです。私にとって最大の奇跡は救いです。聖書には、生まれ変わる必要があると書いてあります。これこそ聖霊の働きです。私たちの心を新しくして悔い改めさせ、罪の許しまでに導く御業です。価値観というものは何より人間の心の奥深くに焼き付いています。いくら頑張っていても自分を変えることができないのです。しかし聖霊の導きによって生まれ変わると新しい価値観が与えられます。あらゆる罪から離れ神様の御心を求めることを望み始めます。神様のご計画にある人生の目的、私たちを通して神様が実現したいことがある、そういうのを知ってから人生の方向が180度を変えられました。その頃日本に行きなさいという使命が与えられましたので、大学で勉強しながら、準備として日本語の勉強と夜間の進学も始めることにしました。それから横浜に来るまでにペルー、ブラジル、アルゼンチンの南の地方、そして日本にも宣教旅行の扉が開かれました。東日本大震災の後も、次の春まで岩手の被災地で伝道や支援活動にも貢献するチャンスが与えられました。これまで想像していた以上に幅広い奉仕の機会を神様は与えてくれました。自分自身も、その中で体験しましたし、被災地でも、何回も見たことがありますが、本当に次のイエス様の例え話の通りです。神の国はある人が畑の中で見つけた宝物のようなものです。見つけた人はもう大喜びで誰にも知らせず全財産をはたいてその畑を買い、宝を手に入れるに違いありません。また神の国は良質な真珠を探している宝石商のようなものです。彼は素晴らしい価値のある真珠を見つけると、持ち物全部を売り払ってでもそれを手に入れようとするのです。最後に励ましの一言を言わせてください。もしあなたがまだ救いの確信ができていない、それともまだその宝物を見つけたという感じがしないのであれば、今からでも主に心を開いて、あなたの真理を教えてください、私の罪を許し私を救ってください、私を新しくしてくださいと祈ってみてください。精神を尽くして、心を尽くして、力を尽くして神様の御顔を求めてください。そうすれば必ず最大の宝物が見つかるのです。ありがとうございます。今ホアンさんからですね、素晴らしいお証しをいただきました。私もですね、20年ばかり前にですね、アルゼンチンに行きまして、そしてそのリバイバルの様子といいますか、それを、見学をさせていただきました。それはもうすごいものでございました。例えばベノスアイレス、首都のある教会にですね、行くつもりで、行ったわけですけれども、そうしたらですね、人がずっと並んでるんですね。そして大通りから路地、路地から路地と、とにかくどこが一番最後なのか見つけることが非常に難しいというぐらいに行列を作って教会へ集まってくるという、そういう現象を見ました。またあるところでは、この昼休みにですね、学校の体育館にそれぞれ近所の会社の人とかが集まって、もう1000人ぐらい集まって、そしてそこで祈祷会をやると
そういうような現象も見せていただきました。リバイバルってすごいんだなとそのように思わされたものでございます。そして、まあ、私はこの教会にですね使わされたんでございますけれども、そこ車でですねこう来ましたら行列ができてるんですね。ああ日本もいよいよリバイバルだ行列だと思ったらですね、なんとパチンコ屋さんがですね新装開店の祝いをやってそこに並んでいる人たちでございました。いずれにしてもですねこのリバイバルというのは本当にですね、私たちの願うところであります。本当に国が変えられる。それまではアルゼンチンもそんな信仰の国ではあまりなかったんですよね。それがですねとんでもないリバイバルが起こって2回もそれが起こってですね素晴らしいキリスト教国に変えられたわけでございます。今日はですねイエス様が言われた全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよという、まあ、宣教命令といいますか、これについてお話をさせていただきたいと思うのでございます。日本に最初にですねキリスト教を伝えた宣教師といえば、まあ、この人ですね、フランシスコ・ザビエルでございます。でこの人はですねスペインのバスク地方というところの生まれでございまして、しかもですねこれはナバラ王国というお城の王子様だったんですね。末っ子でありましたけども、ですからもう大変な身分の人物であったわけであります。そして非常に優秀であった。そしてパリに留学をしてですね、そしてそこでそこを卒業して、そしてまあ中等学校の教師を始めた。ところがですねこの人物を見込んだ人がいたんですね。イグナチオ・ロヨラという人物でありました。この人はですね足が悪かったんです。ですから自分は宣教師として外に出ることはできない。でなぜその足が悪かったかというと、このですね、ザビエルのお兄さんたちと戦争をやったんですね。そしてそこで負傷して足をですね怪我して、そして足がもうなかったんですね、片足が。それで結局この、まあ、敵国であったそこの末っ子のザビエルですね、これを、まあ、捕らえて、そしてですね宣教師として派遣した、そういう事情があるわけでございます。そしてザビエルはですねこのカトリックの宣教師になりまして、1541年4月7日ですね、35歳の誕生日にですねこのサンチョゴ号というこの船に乗りまして、そしてポルトガルのリスボンから旅立ったのでございます。そしてなんと到着したのは翌年の5月6日といいますから、1年1ヶ月かけてですね、船の中で1年1ヶ月ずいぶん長いなと思いますけども、当時はそういう状況でございました。そしてですねこの距離はですね1万6800キロって言いますから、もう気が遠くなる。今で言えば月に行くような、その月に行く方が時間がかからないというぐらいの、それぐらいの距離であったわけでございます。そしてザビエルはアジアに最初にキリスト教を伝えた、そうした人物であったわけでございます。彼はその後マラッカというところに渡りまして、そこでですね日本人のアンジロー、まあ、ヤジローというふうに呼ぶ場合もありますが、そういう人物ここに出ていますか。でこのこれはザビエルとヤジローのですね、銅像なんですね。これがマラッカにあります。そしてですね彼はですね、このザビエルはこの日本人のヤジローですね、アンジロ、この人物に、まあ、大変、まあ、その優秀さに目を開かれたんですね。そしてこの日本宣教にこの旅立つという決意を固めたのでございました。そしてマラッカ海峡ですね、そこには教会がありまして、あの教会にですねザビエルは立ち寄ったというふうに伝えられております。そしてこの下の方にですねマラッカ海峡があるわけでございます。そこからですねこの船に乗って、そして日本に向かったわけでございます。1549年8月15日ですね、
彼はですね、鹿児島にたどり着いたのでございました。その後のことは皆さんよくご存知かと思いますけれども、その時ですね、信長ですね、信長は15歳、豊臣秀吉は13歳、徳川家康は7歳という、ですからこれからですね、戦国時代が始まり、そしてまたこの江戸幕府の鎖国が始まるという、そういうその前の時であったわけでございます。しかしですね、キリスト教を伝えるということは大変な困難がこの伴うものでございました。まあ言ってみれば宣教師が使わされるところというのは本当に宣教困難なところなんですね。どん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 宣教が進むところであれば宣教師行かなくてもいい、困難だからこそこのそこへ行って、そしてキリストを述べ伝え、そしてキリストを信ずる人たちをこの獲得していくというような、そういうこの働きが宣教師の働きであるわけでございます。そして、ですね、日本はですね、この長い鎖国の時代に入っていくわけでございます。そして、まあ、イエス様を信じて、信じた人たちは、まあ、表に出られない隠れキリシタンとなってですね、追い詰められ追い詰められ弾圧されて、そして長崎の方に行き、そしてまたさらには五島列島というもう日本の果てまでですね、逃げていって隠れて、そして信仰を守り通した。200年以上も信仰を守り通して、そして今度世界遺産にですね、そこの場所がですね、この選ばれるということでございます。そのようにして明治2年ですね、外国の圧力でようやくですね、日本は1869年ですね、まあ信教の自由ということを認めるわけでありますけれども、しかしですね、日本はですね、ほどなく日本古来の神道ですね、これを国教とするという方向へと進んでいくのでございます。ということは外国の宗教と宗教であるキリスト教はですね、もう白い目で見られ、そしてまた迫害が続いていくわけでございます。さて、そこまでが今日のイントロなんでございます。ちょっと長めのイントロでございますが、今日はですね、はるばるアメリカからやってきた女性伝道師ですね、セディ・ワイドナーという人のですね、お話をさせていただきたいと思います。紀元1900年ですね、彼女は日本にやってきて、なんと東北の仙台地方、仙台ですね、仙台市にある宮城女子学院というミッションスクールの、まあ、宣教師となるわけでございます。それにしてもそんな時代にアメリカからですね、裏若き女性がですね、25歳の女性がですね、東洋の果てにやってくるなんてことはもう考えられないような、そんな出来事でございました。しかしそこにはこんな理由があったのでございます。このセディ・ワイドナー宣教師はですね、アメリカのオハイオ州に生まれてですね、ところが小さい時にですね、ご両親を亡くされて、そして結局一番上のお姉さんのところにこのご自分と、それから妹さんと2人がですね、身を寄せて、そこで養ってもらっていたわけであります。そしてその一番上のお姉さんのご主人というのが牧師でおられて、そしてこの聖書を学び、そして早くして信仰に入った、そういう女性であったわけでございます。そして11歳になった時にですね、お姉さんが寝る前のお祈りの前にですね、こんな話をしてくれました。日本という国についての話であります。東洋に日本という島国があって、そこでは貧しい家庭の少女たちがお金で売られているという、そういうお話でございました。そして日本のかわいそうな少女たちのことを思い、涙ながらにですね、神様どうか私を日本に使わせてくださいと、このワイドナーセディはですね、この神様に祈ったのでございました。セディは小学校時代から大変優秀な女性でありまして、ハイデルベルグ大学やムーディ神学院などで学びまして、そして宣教師の資格を得て1900年に日本にやってきたわけでございます。
彼女は、まあ、優秀な人でございましたので、宮城女子学院というところに来たわけでありますが、そこの校長先生がちょっとこの健康に問題があって少し弱かったもんですから、来て半年で副学長になったという、もうとんでもないこのですね、優秀な人物であったわけでございます。またですね、このワイドな宣教師は13年間ですね、この宮城女子学院でこの働きをして、そしてその宮城女子学院をですね、まあ日本中に知らしめたというような、そういう働きをされた人物であったわけであります。こんなエピソードがございます。今度あの500円札にですね、あの写真が載ります。あの津田梅子、津田英学塾の創始者でございますが、この方がですね、この一報をくれて、そして宮城女学院の卒業生は毎年この津田塾にですね入ってくるけれども、みんな優秀、そして真面目、素晴らしい、だからここ毎年一人その研究員といいますかね、この先生方を毎年もう無月謝で、そして全てこの経済を保障して、そしてこの留学といいますか、それをこの受け入れるという、そういう申し出がなされるほどに、この宮城女子学院はですね、そしてまたこのワイドナー宣教師はですね、高い評価を受けるわけでございます。まあ仙台と東京といったら本当にもうあれですね、大変だったと思いますね。本当に外国のようなそんな感じであっただろうと思いますけれども、そのようにして招きが与えられるという、それほどの、まあ、功績といいますか、業績といいますか、まあ、卒業生たちがその素晴らしさを発揮したということであると思います。それ実はですね、この教会の児玉玲子姉妹ですね、この方はですね、宮城女子学院のですね卒業生なんですね。そういえばなんかどことなく気品があるでしょ。私のような公立に入ったのとはだいぶ違うところがあると思いますが、その教育者としてですね高く評価されたセリー・ワイドナー学長でありましたけれどもですね、学校教育だけではこの宣教には限界がある。そうですね、まあ、日本でも今ミッションスクールがありますけれども、そこで必ずしも素晴らしいクリスチャンがこの出てくるというわけではないですね。むしろ、まあ、学力が高いために一般社会へですね普通の学校と同じようにこの出ていくというような、そういう人が、まあ、多いのかも、多かったのかもしれませんが、そういうことで結局ですね、どっか他でもっと困っている貧しい地域に行って、そして福音を述べ伝えたい、そのような思いを持ったのでございました。そしてですね、選ばれたのが岐阜県の西濃地方でございました。日本で一番困難なこの地域と、宣教困難な地域と言われているこの岐阜県であったわけでございます。でここはもう農家の人たちは非常に貧しくて、娘たちを遊郭に売って、そして生活をしているというような、そういう地域として知られていたわけでございます。ワイドナー宣教師はですね、小さい時に聞いたあの日本の現実がそこにあると思って、そして岐阜県に行くことを決意したのでございました。するとですね、内村勘三先生ですね、この先生はあの第一高等中学校ですね、ここの教師であったわけでありますけれども、この第一高等中学校にですね、教育勅語という、まあ、日本を、まあ、軍国の民とするというか、それをもう小さい時からですね、これを唱えさせて、私たちもそういうのを受けたんですけども、そしてこの、まあ、軍国少年を作っていくというような、そんな狙いの教育勅語がこの下賜されたわけでございます。そうするとですね、その第一高等中学校ですね、生徒全員とそれから教師がですね、一堂に会して講堂で、そして講壇の上にこの教育勅語が飾られてですね、そして生徒もそれから教師も一人一人この壇の上に上がって再敬礼をするという、そういう儀式があったわけでございます。
ところが一人だけその講壇に上がらず、この再敬礼をしなかった人物がいたわけで、それが宇治村勘蔵先生でございました。それはもう大変なことです。もう国に逆らっている、国の方針に逆らっているような、そういう行いであったわけであります。しかし、彼からするならばこれは偶像礼拝であるというようなことでですね、これを受け入れなかったわけでございます。ですからもうすぐクビになりました。学校クビになりました。そしてもうですね、何もすることがない、誰も声をかけてくれない、仕方なしに彼はですね、文章をですね訓練して、そしてあんな立派な文章家に変えられたという、そういう人物であったわけ。その先生がですね、ワイドな宣教師をあそこだけはやめといた方がいいよと言ったっていうんですから、相当の困難なこの場所であったということができると思います。でもこのワイドな宣教師はですね、固くイエス様を信じて、みんなが止めるその一番難しいと言われる岐阜県の大垣に一人向かったのでございました。1918年、いよいよ大垣に着きますと、ワイドナー宣教師はまず子どもたちへの伝道を始める決意を固めました。そしてですね、日曜学校を開いた。そうしたらですね、大勢の子どもたちが日曜学校に集まって、いやこれはすごいと、これはこれだと、こういうふうに思った。そして翌週ですね、また来てくださいねって言って、そして別れていったわけですけど、翌週には一人も来ませんでした。どうしてかというと、今度はお寺さんが日曜学校を開いて、そしてみんなですね、学校とかなんかを通して、そしてそちらの方へ行くようにと指導したもんですから、全員そっちへ行ってしまって、そしてワイドな宣教師のところはガラーンとして誰もいないという、そういう状況であったわけでございます。そこでワイドナー宣教師の方は、大垣において福音を述べ伝えるためにはですね、まず幼児教育を一つの伝道の手段として用いることが得策だと、このように考えたのでございました。ということで、翌1919年5月にですね、岐阜県知事の認可を得まして、そして大垣キリスト教幼稚園を開園したのでございました。するとそこへ、宮城女学院時代の教え子たちがですね、次々に駆けつけるんですよ。そしてそこでですね、保母になったり、保育士になったりしてですね、この宣教師を助けるのでございました。さらに、教会の働きもスタートさせたんですね。翌年、大垣市の中心部に屋敷を借りまして、ここに出ますか？これですね、これ屈教会ですからね。これはですね、戸田伯爵所有の家老屋敷だったそうでありますが、女で一つで外国人宣教師が一人乗り込んでですね、この教会を建て上げたということを考えると、すごいことだなというふうに改めて思わせるのでございます。そしてこの冷たい視線を浴びながらの教会のスタートであったわけでございます。そしてワイドナー女子はですね、その働きを性能ミッション、性能ミッション、恋という字ね、なんか運輸会社ありますね、性能なんとかっていうね、あんまり詳しくは言いませんけども、そういう地方のですね、この名前を持った教会をスタートさせるわけでございます。ワイドナー宣教師は教会の集会だけではなくして、山間部にまで入っていって、そしてですね、この各地で天幕集会というのを開いたりですね、あるいはまた各家庭に御言葉のこのプリントですね、これを配布するというようなことも行いましたし、また鉄道の駅とか人通りの多いところには聖書の御言葉を書いて、それをですね、これこの貼るというような、そういうことも行いました。そしてそうするとですね、人生に失望した人、そしてまた困難の中にある人たちが次々と教会に集まってくるという、そういう良いスタートを切ったわけでございます。そしてまたですね、伝道所とか小さな教会もですね、それぞれの地域にですね建てられて、そして良いスタートを切ったわけでありますが、ワイドナー宣教師はですね、遊郭に売られた女たちをもですね、この救い出して、そして社会復帰のこの世話をもしていったのでございました。
ご自分も親のない幼少期を過ごしたセディ・ワイドナー宣教師はですね、また愛の人でもありました。関東大震災でもう親族両親も失った一人の少女をですね、桑名豊というこの女の子をですね、引き取って養女にしたというようなこともございました。それからまたですね、遊郭の、ね、この海に売られた女性たちをもまた助けるというような、社会復帰をさせるというような働きもしたわけでございます。ところがですね、1929年にですね、神社参拝拒否というのをですね、事件を起こしたわけでございます。個人の信仰の自由は絶対に保障されなければならないと、このように考えていた彼女に対して大垣の教育会も政界もまた市民をも巻き込んでですね、大反対運動が起こったわけでございます。とにかく美濃ミッションの児童たちはですね、大垣市の小学校で行われていた神社参拝とか、あるいはまた伊勢神宮の参拝を拒否したわけでございます。それはもう当時としては大変な出来事であったわけでございます。ミッションの立場からすれば、天皇の先祖を祀った神社をですね、参拝するということは、それはもう偶像礼拝に他ならない、決してそんなことに従うことはできないと、このようなこの考えで、そして神社参拝を拒否したわけでございます。そういえば私なんかもですね、ずっと後の戦争の末期に小学校、公立の小学校に入ったわけでありますけれども、小学校入るとそこに報恩殿というのがあってですね、神社みたいなものですね、そこに天皇陛下の、皇后陛下の写真がそこに飾ってあって、教育勅願がそこにあるというので、まず校門を入ったらまずそこで最敬礼をしなさいというふうに教えられて、それから教室へ入ってですね、いうような、そんな時代であったわけでございます。そしてその教育勅語によってですね、この若者たちはですね、国民全体ですけれども、天皇の言うことをしっかりと聞いて、そして国のために命を捨てる、そういうことも厭わない、そういう国民を作るという、そういう国策が行われていたわけでございます。そこまで発展していったというふうに言ってもよろしいかと思います。そして生徒はですね、教育勅語を暗記してですね、そしてそれに従って生きるという、そういう時代であったわけでございます。青年たちはですね、その赤紙というこの召集令状ですね、これを受け取ったらどんな事情があろうともこれを拒否することはできない、これはもうですね、天皇の命令であるということで、結局もう外地に送られて、そしてもう大勢の戦死者も出していったわけでございます。それがですね、70年前まであったということですね、これ私たちは忘れてはならないと思うのでございます。さて、この美濃ミッションの頃はまだそこまでは行っていなかったんですけれども、天皇陛下と天皇一族を祀った神社を参拝することはですね、国民の義務であり国策であると、このように考えられていたわけでございますから、それに参加しなかったということは、これはもうですね、大変なこの国賊的な行いとしてですね、この排撃をされたわけでございます。そんな中でキリスト教の小学校の生徒たちがですね、もうとにかく伊勢神宮に参拝しないわけでありますから、本当にもうあれですね、社会の敵とこのように思われても仕方のない状況であったわけでございます。美濃ミッションの敷地内にですね、よくボートが入って、今なんかボートが流行って、息子を殺しちゃったとかですね、そんなあれがありますが、とにかくですね、ボートが入ってきて暴れたりですね、あるいはまた教会誹謗の歌を歌ったりですね、そんな人たちが入ってくるようになりました。ですからですね、ワイドナー宣教師はですね、この同居者たちに、いつ焼き討ちに遭うかもわからないから、みんな非常時にはですね、このすぐ持ち出せるようにと、枕元に重要なものを準備しておくようにと、このようなですね、
この指示をしていたということでございます。ワイドナー校長や牧師、伝道者たちはですね、よく警察や県庁、あるいはまた文部省まで呼び出されて尋問を受けました。町中にはですね、ミノミッション排撃のポスターが貼られ、そしてまた、集会をですね開いて、そして排撃するというような、そんなことも行われ、またワイドナー暗殺計画まであったというふうに言われているのでございます。彼女はしかし平成に神様に全てを委ねて、そして過ごしていたそうでございます。1935年、私が生まれた前の年ですけど、ワイドナー先生の来日35周年のお祝いをいたしました。ところがその翌年の夏、彼女はですね、膝の関節炎を患いまして、そして痛みがひどくなって歩行困難に陥りました。その翌々年、つまり1937年7月、日本はですね、中国への侵略を開始したのでございました。いよいよ日中戦争が本格化していったわけでございます。その戦争のために兵士を呼び集めるのに召集令状と、さっきの言う、それを出されて、そしてですね、それをもらって、誰もですね、この反対ができない、そして中国などに送られて、そして帰ってくる人が結構少ないというような、そういう苦難の時代を迎えるのでございます。ワイドナー宣教師の桑名伝道所にもある日2人の青年が訪ねてまいりました。私たちはもうすぐ戦場に駆り出されていきます。生きて帰れる望みは薄いのでございます。だから人間はなぜ死ななければならないのかを知りたいのです。また死んだ後に何が起こるか、死の恐れから解放される方法があるのかどうかお教えください。こんな青年が2人訪ねてきたそうでございます。ワイドナー宣教師は2人の前に1冊の、この1冊ずつ聖書を開いて、そしてですね、このそれを読ませて解説していったそうでございます。創世記1章から2章を読み、そしてまた天地創造と人間の創造を学びました。そしてさらに3章に進んで人間の堕落を学びました。ローマ人への手紙5章12節お読みしますね。このようなわけで一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように、こうして全ての人が罪を犯したので死が全人類に入り込んだのである。ここからですね、アダムの罪と人類の死というものの関係を学びました。そして一度だけ死ぬことと、死んだ後裁きを受けることとが人間に定まっているということを教えました。夜が更けたので、このワイドナー宣教師は彼らを帰らせましたが、その後も彼らは確信を持って聖書の学びのために通い続けました。そしてついにですね、罪の許しを受けて、そして救いを受けて、そして彼らは戦場に向かったのでございました。そのうちの一人は生還されましたが、一人の人は中国で戦死をされたそうでございます。1939年、昭和14年、セディ・ワイドナー宣教師は脳内出血を患いまして、帰国を決意して12月23日、横浜港ですね、横浜港から日本を離れたわけでございますが、翌日のクリスマスイブにですね、この64年の波乱に満ちた生涯をですね、この太平洋上の船の中で終えたわけでございました。ハワイ港でもサンフランシスコ港でもですね、もう偉大な宣教師にですね、もう敬意を表す大勢の人たちが集まって、そして船を迎え入れたと伝えられております。ワイドナー宣教師の遺体は生まれ故郷のオハイオ州に運ばれまして埋葬をされました。その墓石にはこんな言葉が刻まれました。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき皇帝を走り尽くし、信仰を守り通した。そして日中戦争が長引く中で、
美濃ミッション排撃運動はさらにさらにこの強まっていきまして、そしてこの美濃ミッションの児童たちは義務教育から締め出されてしまいました。そして美濃ミッションの幼稚園はついに閉園に追い込まれていったのでございます。そしてようやく戦後1946年ですね、終戦の翌年にですね美濃ミッションが再開されて現在に至っているわけでございます。アメリカから偶像礼拝一色の日本に女性一人がですねこの命がけで入ってこられて、そして福音を述べ伝えた、それも最も困難な場所においてですね、最も困難な時期にですねこのイエス・キリストを述べ伝えた、そんな女性がいたということはまた私たちに大きな勇気を与え、私たちもですね同じこの国の中で人々多くの人々に一人でも多くの人々に福音を述べ伝えていかなければならないという思いを強くさせられるのでございます。そのワイドな宣教師の働きに心からの感謝を捧げたいと思います。イエス様は言われましたですね、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えようと。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。主よ、あなたは主よ素晴らしい女性宣教師を本当に何百年も前にお送りくださいました。しかし日本はそれに従うことがありませんでした。しかしそのゆえに主よ大変な痛い目に遭いました。そして私たちはその宣教師のスピリットに学んで、そしてイエス様を述べ伝えていきたいと思っておりますから、どうぞ私たちに力を与え、勇気を与え、そしてスピリットを与えくださって、どうぞ存分に用いてくださいますようにお祈りを申し上げます。本当に主よ、あなたがこのようにして素晴らしい宣教師をお送りくださったこと、心から感謝を申し上げます。そしてまた柴田先生もカナダの方にですね行かれて、そして宣教師として働かれた、そうした先生でいらっしゃいます。どうぞそのスピリットをなおもこの祖国においても存分に用いてくださって、どうぞ主よあなたの御用のためにお用いくださいますようにお祈りを申し上げます。感謝します。尊いイエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。ありがとうございました。ますます懐かしさが増してまいりました。しかしながらですね、もう私たちは何百回も先生を通して伺ったこの福音、竹節と呼ばれますが、竹節で語られるこのイエス様の福音はもう私たちの思い出だけではない宝物でありますですね。今日は久しぶりに皆さんと先生を思い、また先生が語ってくださったこのイエス・キリストの福音に共に心することができて嬉しく思いました。先生がメッセージの中で語ってくださいましたスペインのナバロ王国、今日はホアン・ナバロ兄弟がお明かしをくださいましたが、ナバロ王国とはこのナバーロであります。皆さん、ですからもしかするとこの方王子であるかもしれないのでありますね。また先生が写真で見せてくださったあのお城、立派な、もしかしたら実家かもしれませんですね。でも武井先生が私たちに語ってくださったことナンバーワンはやはり福音宣教、イエス・キリストを伝えること。なぜならば信じて救われる者は皆救われると今日語ってくださった、まさしく今日のタイトルごとく出て行って福音を述べ伝えようと、先生がご生涯を通して、そして特に先生のご生涯の半分後半はこのために命捧げてくださった、皆さんその結果がこの教会であり、その結果が私たちであるということを
私たちはもう一度心に留め、先生から渡されたバトンを私たちも次の世代に渡していく、言ってほしい、そういう先生の私たちへの遺言メッセージであったと、そのように思うのであります。先生もわざわざ行かれました。アルゼンチン30何時間片道かかりますから、リバイバルの国、そして今日はそのリバイバルの国から、武井先生のメッセージの前にお証しを語ってくださった、まさしく先生にメッセージに最もふさわしい証し者ではないかなと、そう思った次第でもあります。先生が私たちに教えてくださったこと、もちろんそれはもうひょっこりひょうたん島、あのスピリットでもありますよね。先ほどお祈り、素晴らしいお祈りの中にもありましたが、地球は丸い、水平線は丸い、みんな平和に生きるんだと、そして泣きたくなるようなことがあっても泣くのは嫌だ、ね、上を見上げて前を見上げて笑っちゃおう、チャプチャプスイスイ、全身あるのみ、そんなスピリットを、難しい時代を生きていく私たち、これからもこの先生のスピリットに前進させていただきたい教会として、そう思うものであります。そしてこの福音宣教でありますよね、まあ、私たちにとって、多くの人々にとって、武井先生は道案内、ガイドのような方でありました。天への道案内であります、まあ、先生はもう主のもとに帰られたから、道案内が先行かれてちょっと寂しいなと思われる方もありますが、先生がこの講談から語ってくださったこのメッセージは、また私たちに一人一人のために祈られた祈りは、今もここに前進しているのであります。それでも寂しいなと思われる方、まだまみこ先生がお元気でいらっしゃいますから、まみこ先生はですね、武井先生がこの教会来られるという、どこ行くときもドライブされるときにはですね、横に座られてですね、こう道案内、武井先生は車の右側、左側は真美子先生が見るみたいな感じでですね、どっちがドライバーかななんて思うときもあると思いますが、先生がですね、真美子先生や、さらにですね、私たちのために祈り、また導いてくださる、そんな先生が私たちと共にこうして今日もいてくださることを、大変、嬉しく思うわけであります。全世界に出て行って福音を述べ伝えよ、マルコの福音書16章の15節、主は私たちに言われた、全世界に出て行って福音を述べ伝えよ、信じてバプテスマを受ける者は救われる。だから私たちもなお、この先生からいただいた福音宣教に労するものとさせていただきたい、そう願うものであります。しばらく祈りの時を持ちたいと思います。どうぞ真美子先生、またご家族、ために皆さん続けてお祈りいただきたいと、そのように思います。それではしばらく、それぞれ小さな声で主の前に祈りを捧げましょう。アメン。
メン。それではご一度ご起立くださいまして、これは先生の愛唱歌でございます。聖歌の613番、無視にも等しき、賛美します。イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊様の親しき御交わり、我ら一同と共に常に限りなくあらんことを。アーメン。どうぞご着席ください。第一礼拝、多くの皆様とご一緒に、またネットを通し、共に、礼拝してくださった皆様にも、感謝を申し上げます。週報、ホームページの方でもすでに上がっておりますが、カモイニュースから簡単にご案内させていただきます。講談にあります、美しいお花、本来教会からですね、差し上げなければならないお花でありますが、まみこ先生ご家族がですね、この記念を覚えてですね、お捧げくださった美しいお花でございます。今日はまみこ先生も第一礼拝ご出席してくださっておりますので、私たちの心からの感謝を込めて大きな拍手を送りたいと思います。先生、これからもよろしくお願いいたします。週報に戻ります。YCC カフェ、この後本日オープンでありますので、どうぞ皆さん、しばしの短い時でありますが、交わりの時、どうぞ大切になさってください。コーヒーを飲まれる時以外は必ずマスクをしてお話しくださいますようによろしくお願い申し上げます。コーヒーとか飲まれなくてもカウンターとか、ソファに座ることできますのでですね、遠慮なく、なさってください。冷たいお茶や、わずかなサッカーも少し今日からご用意させていただくこととなっております。本日はですね、一旦ブルーベリーの販売終わったんですが、まだ畑に少しあったということですね。今日は特別にですね、特別販売を宮田さんファミリー、してくださいます。5階の方で販売いたしますので、もしかしたら多分これが今年最後になると思いますので、ぜひですね、楽しみ、ブルーベリー楽しみいただければと、そう思います。先週に続きましてですね、この米寿白寿、そして金婚式を教会員でお迎えられなれる方がありましたらですね、今日までにお申し出いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。聖書ガイドリビングライフの10月号、来月号ですが、もうすでに届いております。9月号もあと1冊ですかね、ございます。御言葉をむさぼるように読みましょうと毎週のように、武井先生おっしゃっておられました。この伝統、良き伝統を私たちは継続させていただきたいと、そのように思います。また、過去のですね、後ろの方にテーブルの上にですね、過去のメッセージの
CD、DVD、ございます、この教会での、ものです、どうぞですね、伝道のために、ご自由にお持ちいただければ、何枚でもお持ちくださって、お持ち、用いていただければと思いますし、またですね、たまに礼拝参加できない場合、ネットがない方にとってはですね、1枚2枚 DVD、CD を、用意しておきますと、また旅行行った時などもですね、それらのものを用いることができますので、どうぞご利用いただければと思います。本日も礼拝献金ございませんが、すべての献金入り口の横にあります木の献金箱をご利用いただければと思います。本日キッズチャーチ、すでに、5回で終了しております。そして洗礼準備クラス、本日は14時45分から45分まで、第2礼拝後に、受洗準備クラスをさせていただいております。洗礼に興味のある方、お集まりいただければとそのように思います。この後は、5階の方で音楽奉仕者会が11時45分から12時15分まで行われますので、奉仕者の方は、参加くださいますように。本日第2礼拝後14時30分フットサル、隣イオンの屋上ですが、集合はここ4階となっております。今週の集会、木曜日、オープン、祈祷会、そして牧師面談が行われます。水曜日のバイブルラウンジ、先週ございましたが、それは今週ありませんので、今週は木曜日ですので、お間違いのないようにお願いしたいと思います。また土曜日ですね、昨日もございましたが、13時30分から街道のお掃除が、ございます。写真が出ると思いますが、出ない、あ、出ないですか。はい、昨日もですね、多くの方が、集まって、くださいましたが、今週も1回きりでもですね、13時半からございますので、ご協力いただければと、そのように思います。もう1点ですね、教会員の神永姉妹が、横浜 です、このような、案内が後ろの方にございますが、いけばなの、この作品展ですね、これが横浜で行われますので、18日、19日、ご夫妻おられるそうですね。これ18日お誕生日なんですよね、ご夫妻のお誕生日ですね、ありますので、興味のある方、ぜひ、行かれていただければと、そのように思います。よろしいでしょうかね。それでは、最後に大きな感謝の拍手を、武井先生を含めて天にイエス様に、みんなで送りたいと思います。イエス様感謝します。武井先生感謝します、ね、皆様ありがとうございました。コーヒーカウンターオープンです。